はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ濡れガラスの巫女、続きをやっていきます。中断データがあります。これはちょっとそう、操作方法変えたんで、それを試した時にやったやつだな。ミッション再選択しますか。はい、で1の雫をクリアしたので、今回は2の雫をやっていきます。なんか誰かを探すって書いてあるね。そう、難易度選択、あったね。まあノーマルでいきましょう。ハードとかはまだ選べない。ゲームを楽しみたい方向け、イージーはストーリーを楽しみたい方向け。スコアは記録されません。あ、そうなんだ。廃旅館で影見から数日後、ひそかは外出したまま戻らなかった。一人の少女が訪れる。ひそかがしない方がいいと言っていた人探しの依頼を口にする。やっていきましょう。所持数万葉丸10個も持ってんの。ご神水5個、清めの火は3個。これなんだっけ、水着と汚れを消し去る清めの火。あ、鏡石持ってるんだ。これ死んだ時に体力全回復するんだよね。で14のフィルムが42個、あれば十分じゃん。61と90いるか。心霊レンズってなんだこれ。一度だけ購入できます。え、一度だけってどういうこと。ちょっとまだいいや、なんか怖い。二の雫、氷上山、小塚田優里。廃旅館での影見の数日後、ひそかがいなくなってしまった。そんな時、ひそかに人探しを依頼したという少女、氷見の冬美が骨董屋を訪れる。全然もう覚えてないな。骨董屋だったんだっけ。あ、そうだそうだ、あ、これあれだ。何気にね、防犯カメラがあるんだよね。超怖かった。防犯カメラのやつ、超ビビってたかんな、俺。あれはもうやりたくないな。やりたくないけど、やんなきゃいけないものだからな。骨董屋だけど、これ売り物だよね。値段とか書いてなくね。店番。暇だ。黒沢、ひそかさんはいらっしゃいますか。死にました。あ、すみません、今留守にしています。依頼をした氷見野です。人探しだから受けるかどうかということでしたけど、いつになるのかと思って。人探し、大変申し訳ございません。山に行ったかもしれないんです。氷上山、山の近くで遥かを見た人がいて。なぜ胸がクローズアップされている。ですよね、遥かがそんなところに行くはずないんです。私に何も言わずに。いくら出す。すみません、黒沢が戻り次第。遅くなるなら結構です。自分で確かめます。てか、いくらで引き受けてんだろう、こういうのって。あの少女がそんなに出せるとは思えないんだけどな。だって命かかってるよね、こっちだって。人探しの依頼、ここ数日戻っていない。人探しの依頼と関係があるのだろうか。監視カメラが見える。2階にあるひそかさんの部屋を調べれば何かわかるかもしれない。まあ勝手に入るか。事態は一刻を争う。で、そう、ちょっと操作方法を変えました。三角で遮影機だったけど、L2 で遮影機を取り出す方にして、っていうような操作方法。操作方法2つしかない。細かくはカスタマイズできないです。クラシックモードかアクションモードかみたいな、そんな選択肢。で、どこが誰の家だ。部屋だ。こう、時代的にはどうなん。なんか調べるって出たぞ。何を調べんだ。外か。吹き抜けの窓から中庭が見下ろせるだけ。ここか。開ける。
ティーカップとか出しっぱなしなんだけど。ひそかさんの部屋、ひそかさんの趣味、畳の部屋になっている。畳いいよね。うちも畳だから基本。てかフローリングがない、うちは全部畳です。机に開かれた封書が出しっぱなしになっている。氷見野冬美さん、人探しの依頼。ひそかさんと冬美さんの氷見野さんだった。行方の手がかりになるかもしれない。黒沢さんへ、遥を見つけてください。警察にも連絡しました。また神隠しかもしれない。あまり真剣に取り扱ってくれません。何も言わず一人で行くはずがありません。自分の不幸ならいくらでも耐えられる。遥が苦しむのは耐えられない。これどういう関係なんだっけ、この人たち。遥はまだ生きています。私にはわかる。早くしないと。あの時も遥と私の大切な写真を見つけてくれた。本当に嬉しかった。今度も力を貸してください。いやだからいくらだよ。料金表どうなってんだよ。うちのその場なのかな。話を聞いてなんか難しそうだったら料金高くするのかな。彦見山、自殺の名所だという。氷見野さんはきっとこの山にいる。労働はめちゃくちゃ早いね。なんでさ夜に行くの。影見ができるだろうか。できるけどさ、深夜料金欲しいのかな。深夜手当、22時から5時までは深夜手当 1.25 倍だから、時給単価の。走ろう。これ脇道とかなんかあるっけ。そろそろちょっとやっぱりこっちには来ていない。アイテムとか落ちてるはずなんだよな。でこっちがあのなんだっけ、旅館の方、この前来た。でここはじゃあくぐろう。なんかどこどこへって出てたね。でくぐっていかなきゃいけないような場所なの。なんか本来入っちゃいけないところじゃなくない。みんな自殺の名所だからそんなの関係ないのか。入っていっちゃいけないところだからこそみんな入っていくみたいな。勝手に追いかけてくれるな、ある程度早いっていうか。あ、怒ってる？あ、なんか調べるとあったな、今。岩から流れ落ちる水がたまり小さな池になってる。この右に光ってるやつ、地面に何か落ちてる。拾おう。おお、来た。はい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 、はい、結構減るな。そう、これがあるんだよね。ゴーストハンド、タイミングよく R2 を離すと避けることができます。捕まれた場合は振りほどくことができます。パンフレット、氷見野さんが持ってきた地図が掲載されている。ちょ、待って待って待って、勝手に。これがあれば氷見山の地名や道が分かりそう。この道はこれみそぎが淵から淵の森へ続いている。でそんなこと言われてもな。ゲームメニュー、マップで地図を表示。どれ、地図、これか。喫茶黒沢メモだ。ここがこの前行った旅館でしょ。なんか今一瞬見えたの。あ、ここに合わせるといいのか。で出るトンネルがあって淵の森へと続いているってことは、これ×何、行けないってことか。今どこら辺にいるの、ここら辺にいるの。上の方に湖があるんだ、山なのに。これ山登りとかしないからそういうのよくわかんない。まあ行こう、懐中電灯一本で山を駆け上がる。走れ。なんかある、このアイテムのことかな。地面に何か落ちてる。
もういいや、手につかまれてもいいや。清めの火、いやいやいや、だからさ、こんな火種さ、完全にもう湿ってるでしょ。濡れメーター、濡れ状態になると霊から見えやすくなり襲われることが多くなる。清めの火を使うことで濡れ状態から回復できる。いや絶対でも濡れてた方がいいでしょう。そう思いませんか。で先にアイテム、この反応がね、なんかどこ声がするんだけど、拾う。あ、これ万葉丸だ、形でわかる。しかも2個、なんで万葉ガンなんだよね多分。あ、右が濡れメーターか。今興奮してるからちょっと濡れてるけど、興奮状態が冷めると濡れが回復してくるっていう、そういう感じか。調べる。土砂で埋まっている。かなり前に崩れた。これ今も音量出てくるの？固定の音量となんかランダムで出てくる音量がいるから、清みの火をもう使えってことかな。これどうやってあれ呼び起こすんだっけ。これは違うな。これマップでしょ。四角か。ファイル、アイテム、清めの火、ちょっと使ってみよう。完全回復いっぱいあるしね、買えるし。しかも完全に濡れ状態がなくなった。悲しい。これは、これはなんだ、これも火か。あ、火種だね。てかなんか音がするんだけど、うん、ここはちょっとやばそうだな雰囲気的に。フォークで何かが光っている。これめっちゃ水たまりになってんじゃん。あ、行けねえや。奥ってこっちから行けってことか。こっちから拾えるの？ん？待って待って待って。あ、これ影火か。その前にこれを拾おう。拾うも影火も同じだからね。あれ？これ射液じゃん。ひそかさんの射液別なんだ。14式フィルム24枚。古びたフィルム、除霊能力が低い、装填にも時間がかかる。07よりはいいよね、圧。強制的に相手をよろけさせる。撮影を行う強化レンズ、射撃に装備して、霊力が溜まっているときに R1 で使用。強化装置完。強化レンズ、装備切り替え撮影。射撃が使えるようになりました。ちょっと待って、やばいんじゃない？え？フィルムを選ぶ。これは十字キー、圧。ちょっと待って、別にいいよ。で、14式フィルムは66枚。で、フィルムは、あ、そうか、これ07式でしょ。14の方がやっぱ早いよね。え、ちょっと待って待って、もういいんだけど。撮影しなきゃダメ？え、レンズ選んだよ。戻れないんですけど。ん？レンズって今、ここに、ちょ、待って待って待って、いる。しかも待って、ちょ待って待って、パニックってパニックってる。ちょ待って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 待
48ダメージ。フィータルもちょっとあんまり狙うのは怖いからな。え、ちょっと待って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 、すっげー減ってんだけど。ちょっと待って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 、じゃあえ何呪われてる。ちょっと待って、マジ待って、前を使おう、こう2つ使おう。今どういう状況これマジで、これ振りほどくの、え、どうするすっげー、え、めっちゃ減ってんだけど。清めをつかなきゃダメ、これ。清め使って、あ、戻った。護身水1個使おう。マジか。やつめんどくせえな。あれ、今、外したな。ちょっと後ろにやっぱ下がりながらな。190ダメージ。消えたか。いやー。辛い戦いだった、いきなりすげえアイテム使ったんだけど、こんな目にあってよくまだ探そうとするな。射撃鍛えたいんだけど、鍛えられるこれ。強化レンズ装備中、圧とかさ、いくつ使うのこれ。強化装置はない。もう一個戻って、缶じゃなくてこれ、射撃、感知、射程距離、装填、撮影可能になるまでの時間を短縮する。めちゃくちゃ高っけんだけど、全然ポイント足んなくね。3段階しかないのか。出力攻撃力だからね。で、装填がやっぱいいよな。連続して撃ちたい。ちょっと5万円貯めよう、頑張って。そのために俺は走る。これなんか出てくるよね。どうだ。そう、これね、07でね、立つ女っていうか、もう飛び降りてんだけど、07で取らないとフィルム使っちゃうからね、07にしておこう。いつ何時霊が現れるかもしれない。戦闘になったら切り替え。でもね、忘れるんだよね、戦闘になってこの切り替えを。フィルムのずっと07で攻撃してたみたいな、あるある。調べる。二手に分かれている。この辺りの植物は縁から下のものと少し違う。地面もぬかるんでいる。縁の森に近いんだろう。どっちもいいや。とりあえず走ろうと言いつつ、ちょっとゆっくり。アイテム回収。これフィルムだね。よし、一応24枚で、あっち側に行けます。マークがついてる。あ、この下行ったな。え、射撃取れた。森へ入る秘密さん、俺も行こう。今左にちょっとなんか出たよね、アイテムがあんのかな。地の森、なんかやっぱ基本歩いていこう。なんか走ってったらさ、アイテムとか見逃しそう。で、前方に屋敷があるんだけど、この屋敷はね、関係ないはず。まだ、あ、どこ、ちょ待って、わかんねえ。神社に人影が見えた。あ、川の対岸行けねえんだ。そうだ、回り道しなきゃいけないんだ。これ橋がぶっ壊れてたかなんかで。で、アイテムとか見えるけど、そう。なんかすっげえぶるってんだけど、なんで出てきたか。こいつ。切り替える。142。で、切り替えたら切り替えたで、装填が時間かかるんだよね。で、なるべく、全体が入るようにしてダメージを稼ぐ。だけども距離を保ちながら、あ、変なのが出てんだ。これ近ければ近いほどダメージが当たるとかってあったっけ。あ、今外した。
ほら行け。ちょっと待って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 、いろいろ入った時にやっぱり倒した。でこれ調べてもどうせ明かりがどうちゃらって言うだけでしょ。クール。そうプレステ5だからね、その×と丸がプレステ4の時と入れ替わってるんで、そこがちょっとねまだ慣れない。で基本×でそうくぐるとかなんだけど、え、ザエオウ、え、ちょっと待って、あ、こっちだよと。でもアイテムがあるんだよね、あれ回収したいよね。さあどうする、行こう、突っ込もう。ちょっと待って、もういや1音だったらいいでしょ、別に1枚無駄にしても。ポイントのためだ、気配が途切れている。これを回収するとやばいことになりそうだ。ただ拾うしかない。枯葉の積もった地面にノートの一部。はるかがいなくなってからどうしていいかわからない。私一人では何もできない。ちゃんと呼吸もできない。いなくなって呼吸もできないのかよ。子供の頃から一緒だったはるか。かけがえのない存在。私の部屋からはるかが帰ったあの時、自分が何かできたんじゃないかと。はるかはどこにも行かなかったんじゃないかと。待つのがこんなに辛いなんて、私が消えればよかった。はるかが帰ってきたら伝えたいことがある。本当の気持ち言ってもいいよね。はるかはとっくに知ってるかもしれない。ちゃんと言おう。日比野さんはここにいた。このメモをよすがにすれば後を追えるかもしれない、うん、出てきた。取れた。吊るされた女出てきたか。ちょ早くねえかお前。距離を取る。クイックターンが重要だからな。ちょっと待って、2人いたよな、男と女。あ、挟まれてんな。ちょ、距離を取りながら右にも気をつけよう。やつか、やつは倒した。いや、まだ生きてるか。映ってないけど木に吊る。こいつ早い。熱っ。ちょっと待って、ちょっと一回引っかかってる、引っかかってる木に。どこだ、逃げながら装填を貯めて少し行って、よしこれダブル。やっぱ装填速度上げたいな。どう、これすげえめっちゃ入ったじゃん。476ダメージ。生きてる、まだ男が生きてるか。近づこう。あれ死んだ、あ生きてんな。41ってことはやっぱり大ダメージを狙っていかないとダメだ。自利品だな。これで164がだいぶダメージが違うな。4倍くらい違うんだけど。おいまだ生きてんの、あ倒したか。消えよ。なんか言ってっけど何言ってんだかわかんねえ。あそこにアイテムがある、取りたい。あれ取りに行くためには走る。これは14フィルムか。違った、61だった。これはここぞという時に使おう。ここぞという時はいつだかわかんねえけど、これもフィルム14で、ちょっとわかんない、どっちだ。よすがこっちです。でどっち行った、こっち。これはまあいいシステムだよね、迷わない。でちょっとずつ見ていこう。でこっちまで行っちゃっていいのかな、良さそうだね。なんか右にある、どこだ、なんか映る。あーいたな、今なんかいたね。こういうのはちょっともう分かってないと対応できないからな。で射撃、
あー映せなかった。もう一瞬の判断だな、マジで。一瞬の判断がものを言う。これあっち側いける？お、いけんじゃん。マイオーマルか、まあ、回復アイテムはちょっと一回手を引いて。げっ、一回手引いちゃうとさ、完全にキャンセルされちゃうんだ。ちょっと待って、なんかすっげえ迷ってんだけど。え、アイテムこんないっぱいあるんだけど、いいの拾って。あ、これ護身水だ。イエーイ、1個使ったかんな。ただあんまりうろついてるとさ、怨霊に遭遇するからね。でどこだ、もはや分からん。道に迷った、普通に道に迷った。戻りたいけど、なんか俺がどこへ行ってんだか分からん。ちょっとすっげえとこに住む、絶対これこっちだよね。だってこっちに帰ろう。暗くてさ、なんか川になってんのかどうなってんのか、このまま道なりに行けばいいのか。でなんかある、取ろう、フィルム。よし、いいね。61がちょっと手に入ってきてるってことは若干怖い。何か強敵がいるかもしれない。でこっち、なんか置いてある、ここ。すげえな、人形の数が。人形供養を行う神社。並べられた人形、長い間雨風にさらされたままになっている。横から入っていこう。射撃、ほい。1140ポイント。日々の冬美。だっけ冬美だっけ。開ける。固く閉ざされている。中へ入っていない。何？よくわかるな。これは多分、あ、違った。映せばいいのかなと思ったら普通にメモが起こってた。なんでさ、この破片ごとにさ、あれってかメモ3なんだけど、メモ2って見たっけ。はるかとは幼稚園から一緒だった。卒業式で歌った思い出の歌。あの時のことは忘れない。最近あのことを思い出す。あの頃が一番良かった。歌を口ずさむたび涙が溢れてくる。おう、映せる。うわー、今の映せないか。入れる？入れない。ってことはどうする？また戻る。そしてこっちか。3人、2760ポイント。背中を見送る少女。背中を見送る少年。どれ？少年は一番後ろか。少女。3人取れたな。一音式フィルムを使って。これ長いね。で、こっちへ行くのか。結局こっち来るのか。そっからまだまっすぐ。からの、結局ここ渡るの？いや、渡ってない。こっちへ行った。あれ？戻ってきた？いや、違うな。新しいとこか。新しい森か。ちょっともう、次から61を使っていく？いや、なんか怪しいのがある。取る。あ、これは清め。今なんか落としね。清め何個？4個か。そんなに多くはなかった。6148枚あるじゃん。戦闘に入った61に切り替えよう。
1音を一発打ったら今装填されてるから61に切り替えよう。うおお、待って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 、ちょ打てなかった。いや今のは分かんない、無理だよ正直無理です。まあ、ミッションは何回でも選べるからね。遺書のような紙、ここがいい。ここで一人で死ぬことができる。ああこれ出てきそうだな。全部疲れたらもう十分だ。大体これを読むとね、何フラグになるかと思ったらそうでもなかった。こっちか。あ、いるいるいる、正面。ひみなさん、これは切り替えとこう。61、いや61遅い、装填が遅い。一発撃ったら逃げるべきだな。ひみなさん、はるかはこの山にいるんです。見たんですか？でもいるんです。早く探さないと。はるかさんは私が探します。一緒に帰りましょう。下山。ちょっと待って、どこ行く、どこ行く、お前走っちゃっていいのかな、これ。もうほんとここはいけないから。走れる？まさか一人で死ぬなんて。あ、いけねえ、こっち。ちょっと待って、ここくるって回ってるだけだな。あのアイテム気になるけど、どうしよう、取りに行こう、せっかくだ。お、紙じゃん。新しいノート。新しそうではないけどね。夕日を見てると泣きたくなる。私はもう帰る場所がない。帰っても誰もいないことに気づいた。みんないるのに誰もいない、そう思った。気づいたら山に入っていた。夕暮れの山には入っていけない、おばあちゃんに言われている。足は止まらなくてここに来た。何か書かなきゃと思って慌ててこれを書いてる。なんてさ、メモとか普通持ち歩いてなくない？呼んでいる。入らなきゃ、日が暮れる前に。あれ、君読んでる間に近づいてきたのか。一周回って帰ろう。あれ、どこだ、まだか。結構長いな。ちょっとこまめに地図を見ないと。まだね、道が分かんない。慣れればね、結構これ同じところ行ったりするんで、後の章になってくると道をね把握できるんで。待って、いきなりか、お前らまたか。しかもカップル。61の力見せてやる。136、悪くはない。ただし装填が遅い。どうだ、これはめちゃくちゃ入った。593、強い。一段装填。てかシンクロしてんなこいつら。
ばらけないうちに、ばらけないうちに攻撃したい。ちょっと待って、霊視、霊視がいっぱいある。早く早く !188。やつは倒したか、やつは倒したっぽいな。僕一マジで遅いな。これちょっと立てられるんだよね。今立てた方がいいか。よし入った、184。消えたか。あ、残影みたいなのが残ってんだろ。触れる、なんで触れようと思ったんだろう。めちゃくちゃ恐怖だろこんなの。ちょっと待って、一応にしておこう。あの子どうした。え、ついてきてなくね。来てる、すっげえ遅いんだけど。まあ、やつは倒した。安心して、ゆっくり来い。敵は俺が排除する。61フィルムさえあれば、なんとかなるっしょ。一旦神社の前で待つ。なんかあの子襲われて死亡したら終わりとか。ん？なんかさ。瞬間移動して、ちょっと待って、マジでスカイ3人か。やばい、早いな。ちょっと待って、なるべくね、やばい。てかさ、これ仕方できないかな。いや、しかしポイントになる。ほら14でいくしかない。14やっぱ弱え。ちょっと待って、距離を取ってターンが重要だからな。なるべく、なるべく霊視が多い状況。超早っ、こいつら。まず、よし、これはいいダメージだな、多分。なるべく集中させる。ちょっと待って、クイックターンをマジでなんとかしたい。クイックターンは。こう違う全然できてない。いや、今なんかクイックターンになったけど、わからん。いや、これは時間かかるぞ。やはり一発フェイタルとか狙わないと無理か。やつら3人集まった時がこうか。これ39ダメージだからね。ちょっと待って、わかんない。やっぱで、ね、視界に捉えられてないっていうのが。あ、いる。97。もうこれで行くしかないな。来るか、来るか、来ない。今フェイタルになったな、一瞬。怖っ。地下、これは結構捉えてるけど、うん、近い。さあ来い。よし、ここだ。あ、待って、やつが消えたか。攻撃の瞬間が大体ね、フェイタルだったりするんだよね。倒した、倒したね。よし、3対1は本当につらい。あれ、1体、あれ、男の子どこ行った。倒した。3人だからそんなにヒットポイントはないのかな。かわいそうだよね、こうやって。176ダメージ。どうだ、
残るか残影。フレオ最後見とってやる。500ポイント。さあ奥へ行こう。61の装填速度が遅いんで、やっぱり装填速度最優先で行こう。姫野さん、はるかはここにいるんです。蹴破ればいけそうだけどね。え、結局帰ってくれんの？帰るよ。来る？来そうだな。諦めろ。まずは山を降りよう。もっと明るい時に来よう。あれ、なんかアイテムがある。反射している。その強化レンズとかはさ、見逃したくないよね。待って、ひそかさんじゃん。クソ、目を離すとすぐいなくなるなこいつは。精神状態が不安定だからね。めっちゃ明るいんだけど。上流から流されてきた。射撃と同じように火。あ、これでようやく回避ができるようになるのか。いや、まあそうなんだけどさ。何、影見はできないと思ったら、あっちめっちゃ濡れてんな。これ今雨降ってるからさ、火起こしても無理かな。61に装填し直すべきか。これうわー、あっうわいる。そんな深く切った。
まずは距離取る。タイミングバツで回避できる。撃つ。そして6-1に装填。この数に合わせて撃つ。17ダメージ超低いんだけど。いっぱい入ったところでやっぱりやろう。19ダメージ狙わないとダメか。来るか。ちょっと待って、回避。フェイタルをやっぱ狙わないとダメか。19。待って、硬いこいつ。あ、そうか。それまでは1音でいこう。あの霊力を出すまではちょっとどこ行った。やばいな、ちょっと状況がやばいぞ。あー、なんて溜まってないからだ。やはり溜まってないからだ。食らったかで、霊力がいっぱい出てるときはあれ6-1ワープしてくんな。1回やって、ここは6-1に切り替えよう。ちょっと待って、いいだ。これはどうだ。63だ。弱で、切り替えて溜まったら撃つ。いや無理か、距離が遠かった。10、もう一発だな。ここで6-1に切り替えよう。これ今切られてんの俺あんまり減ってないけどね。で、霊視いっぱいあるから、ちょっと待って全然ダメだ。いや遠いか。ここだ。4-9入った。で、切り替え1-4で撃つ。12稼ぐ。はい、稼ぐ。でもう一回稼ぐか。で6-1。ちょっと待って、この時にさ、やっぱフィルムが溜まってないからね。47。10。弱、マジ弱。これ07フィルムだったらどんくらいやのダメージ。49ダメージ。あ、今結構入ったか。遠い。58。これはね、フィルム切り替えると最初から溜まり直しちゃうからね。狙う。ちょっとほら、これなんかフェイタルのさ、タイミングが分かんねえんだけど。ちょ、待って当たる。当たってねえし。大ダメージを食らってる感じはしない。やはりダメだ。さ、フィルム装填してるときにさ、よく攻撃してくるよね。来る。いや待って、これはちょっとやっと攻撃しとこう。なんか危ない。さあ来るか来ないか。めちゃくちゃ直線になるこれ。吸収されてる。これ入った。55。やっぱ1-4でいこう。あ、なんかちょっとやばいよねこれ。消せる。あ、消せた今。12来る。よし入った。しまった。どこ行った。51。
61がなくなるな、そろそろ。どうだ、タイミング。134ダメージ、倒した。左になんかアイテムが見える。見取ることができます。見取ってやろう。遠いんですけど走れないし。おう、せめて最後は俺の手で。あ、これ落っこってたのね。で呪われてる包丁を取っちゃったから、そうかそうか、そういうことか。こいつが元凶か。まずい。もう山から出ることはできない。ここで解けるのです。読みぬれ、まだチュートリアルか。読みぬれになる攻撃をしてくることがあります。体力が減り続けます。もうなんかさ、されたよね。すべての怨霊を倒すことで元の状態。いや、清めの火か、倒すことか。え、倒さなきゃダメなの？まだいいの？ゼロ7になってるし。どこだ、近い。ダメージ取るな。純粋な霊だからか。さっきさ、まだ人間性があったからダメージがあんま通んなかったのかな。ここ177、一応使いやすいは使いやすい。速い、やっぱ装填速度速い方がいいな、マジで。どこだ、右。待って、食らったは食らったか。今ここで61に切り替える。右、よし。ここちょ遅い。238、いいね。左、右、いた。51、どこだ。強制2択。待って、どこか分かんないけど近い。減ってるな。ちょっと一回万葉を使おう。12個もあんだけど、どんな3分の1くらい回復する。でもう一回打って、もう一発だな。これ消えた後がね結構近いんだよね。あ、倒した。ひみのさんはいいように引き込まれて自分で首を。一度山を降りよう。なんか怒ってる。どこだ、拾う。え、どこ。あ、お、こんなところにひみのさんの。え、一じゃんこれ。昔は霊場だった。死ぬ場所だった。何も言わず。神隠しの山。山に誘われる人たちがいる。氷上山に誘われやすい気質。気が弱い人とか、ちょっと弱そうな人。神隠し。
なるほど。帰りましょう。このままこっちか。あれ、どうやって帰るんだっけ。今なんかあった。ちょ、わかんねえや。道がわからん。戻ってる。あれ、ちょ、待って。あ、いい、大丈夫か。で、あ、ここはあの、さっき襲われた、さっきっていうか広場か。一番最初に。やっべえことになってんだけど。何これ、めっちゃ捨てられてんじゃん。いやいやいや、やばいでしょ。逃げよう。ここはスルー安定。まあそうだよね、それが賢明だよね。密かに人探しを依頼した少女、日々の冬美、自ら命を絶った。ユーリが見た彼女の死の間際の光景、そこには冬美と同じ方法で命を絶つ女、雨に濡れた巫女の姿。ユーリは山で見つけた遮蔽器と密かが身につけていた、なんかピアスみたいなやつを手に、一人骨董屋に戻るしかなかった。氷上山 B。所持アイテム生産。おお、ミッションスコア。あれ、これって7万2000ポイント手に入れたってことでいいのかな。氷上山、これ今鍛えられる。いや、鍛えられないか。あ、次北条蓮になってる。3の雫、弔い写真。というところで、まあちょっと長くなりましたけど、なんか1の雫ごとに、まあ、やっていきたいはやっていきたいよね。キリがいいから、まあ、ちょっと動画の長さによっては途中できるかもしれないですけれども、まあ、前編とか後編とか分けて1を雫ごとに、やっていく方向で、いきます。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。